北村隆一郎です。今回ですね、株主手帳11月号のコラム、私が担当してますということでお話しさせていただきます。株主手帳とこういうね、雑誌ですね、書店でご覧になったこともあるかもしれません。これはもうそうですね、マネー雑誌としてはね、老舗中の老舗ですね。古くはいいというもんじゃありませんけど、古くて新しいと言えるんじゃないでしょうかね。申請もう途中ね、ここ数年いろんなマネー雑誌がね消えて、しまいましたけどね、その中でも、まあ、生き抜いてるわけですよね。それだけ、まあ、読者のね支持があるんじゃないかなと思いますね。でここでですね、私はですね、もう執筆させていただいてましてですね、北山隆一郎の投資指令というねコラムがありましてですね、ですね、そうですね、投資指令と、こういうね、関東でもないですね、記事を書いておりますね。これ本当にですね、今お話している段階ではですね、東京市場非常に厳しい状況に陥ってるわけですね。ですから、まあ、普通で考えればですね、もうね紙なんかやらない方がいいとかね、なりがちだと思いますね。ですけど、やはりでね、これは非常に株はね魅力的な投資商品ですよね。で、今月号のね、この雑誌のね、目玉企画としてはですね、円安相場の対処ですという、ね、企画ですね。まあ、私は別にこれにね、この特集には別に参加しておりませんけれども、これお話している段階ではですね、これ円がね高くなってしまってね、ちょっと困ってるところですよね、市場としてはですよ。ですけど、これからですからね、これからというふうに考えますとね、この円安、私はやはり基調としてはね、円安が続くと見ますね。そういう点でもですね、このそうですね、企画はやはりね参考になると申し上げられると思いますよね。ですから、もちろんですね、円安って言いましてもね、ずっとこう、なんて言いますかね、円高に戻ることなくね、ずっと円安になっていくと、そういうことはちょっと普通もありませんからね。円安になりてて、円高に少し戻って、また円安になるとか、そしてまた円高に少し戻って、また円安になっちゃうとかね、まあ、そんな風になるのが普通ですから、今はですね、そうですね、円安が10月の初めぐらいまで続きましたから、揺り戻しですよね、それが起きているということでしてね、まあ、そういうことを考えますとですね、基本的にはやはりね、円安がねまたね、そうですね、見られるといいますか、そちらの方向に行く可能性高いと申し上げてよろしいんじゃないでしょうかね。ですから、まあそういうことをね、考えた場合にですね、まあ参考になる、ね企画ではないかと、私のねコラムだけじゃなくてですよ、杉村富夫先生のねマーケットレターとかね、その他の方々のね、そうですね、熱筆というんでしょうかね、気合の入ったねコラムも載っておりますからね、参考になるかと思います。以上、北浜の株式補足でした。